おはこんばんちは。ゆっくり霊夢です。ここ最近馬券が不調のマリサだぜ。しかも魔境夏競馬に入っちまったよ。前回のダビスタ、期待馬ボルカニックが出現しました。ほのかに香るのは優秀の香りか。他の2歳馬も忘れるんじゃねえぞ。今回もボルカニックら2歳馬が続々登場です。リストも作り直しました。ワクワクしてきたぜ。それでは本編スタート。まずはストーリアです。クイーンズストーリーに馬後の3区です。馬後も一時期は種付け数がだいぶ落ちてたけど盛り返したな。クロノジェネシスたちのおかげね。というわけで芝の1800で下ろします。初戦から期待していいかね。いいと思う。さあ人気はグリグリだな。こりゃ驚きましたな。しかも2番人気はビッテルスバッハか。ニュージーランドトロフィーで人気していたな。1番下だけ無印なのは気になるね。まあ大丈夫でしょう。芝 1800m、 コンディションはやや重。スタートしました。よし、こうスタート。スタートはこれは押し切りたいわね。まずは先行争い。5番、さあ最後の直線、4角先頭で回ってきました。ストーリア差を詰める。ストーリア先頭、よし、ここで抜ける。ここから突き放すぞ。で、あれ足色にぶったか。どうした。しかし粘る。うわ、我慢できないか。銀行エレジー、うむ、ここは3着か。突き抜けるかと思ったんだけどな。距離かな。まだ何とも言えないわね。お次はバーデンバーデンカップのホワイトトルネードです。ミルキさんに託した。結果に応えてほしいもんだぜ。相手はエポワスか。タモギのおいちゃんが一時期乗ってたよな。懐かしいぜ。福島競馬10レースオープンバーデンバーデンカップ芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。よし、こうスタート。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。内から押して食い下がると思ったけど流れに乗れてなかったわ。初めて新宿に降り立ったアプシくらい流れに乗れてない。あの頃は寝かけて寝泊まりしてたな。闇学会。さあここは伸びはどうか。ちょっと厳しいですか。3番ディッシュって感じね。まあまあいいでしょう。先頭はアポロの神山。アポロの神山押し切ってゴール。短距離で3馬身離されてこの程度の差はないっすよ。辛口太郎。そしてこちらは入球可能な新馬です。第1弾募集から星の戦士アストラウォーリアと名付けました。月に代わってお仕置きよ。好きなセーラー戦士は。ダメだ、決めれないわ。めっちゃわかる。一方ホワイトトルネードはアイビスと迷って北九州にしました。新潟で直進行軍が見たかったよ。あたしゃ、さっきからネタの守備範囲広すぎんか。さてお待ちかねのボルカニックです。新潟2歳に使います。いつになく強気だな。ダリア賞とか使うのかと思ってたわ。もうね、力試ししたくてたまらんのよ。まあ、うまくいくといいけどな。さあ見せてくれよ、いざ2戦目。よしよし、ここもグリグリだ。安心したわ。相手はこのレースの勝ち馬のロードクエスト、ザラストロか。ここはスカッと勝ちたいところだな。あ、間違えてパドック押しちゃった。1年ぶりにパドック見るわ。開発者に謝れ。そういえば京都の円形パドックがなくなってがっかりしたわ。早く新京都に行きたいぜ。うん、バカによく見えますね。大川さんオッズ、まさかの大坪さんじゃなかった。馬券は切りました。ゴミクズ増やすな。辛辣で10レース G3 新潟2歳ステークス芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。ここはまずまずのスタート。出た出た。ここは中盤からって感じかな。まあ新潟は直線長いしさばけるでしょ。いいわ、差し切ってみせますとも。西のラッシュ、よしです、ポジ確保。あとは伸びるだけ。抜け出した。新名富士、外から追い上げる。ルーグランフリソ。さあここからボルカニック。来たぞ来たぞ。ここは突き抜けるか。よし、捉えたぞ。あとは後続を抑えるだけ。内から来てるぞ。やけにしぶといな。あれ、何？こんなはずでは。いやでも負けてますよ。ションボリクリスエス、やっぱり負けてたか。寝て起きたら勝ったことにならないかな。昔ウプ主はロードバイク盗まれてとりあえず寝たと言ってたな。盗んだやつストップ。いやーデムちゃんに異様にやられたわね。やっぱり未来派おろすか。育成するとか言ってたのはどの口だよ。さて切り替えてホワイトトルネードです。こちらは重賞初勝利と言いたいわね。3番人気ってところですかな。さっきの赤敗を吹き飛ばしてもらいたいわね。コンディションは良。
タートしました。よしこうスタート。速い馬は先に行かせるんだ。ヘッドライナーさんお先にどうぞ。さあペースは速いぞ。多分ポジションはいい感じですね。さあ伸びてきな。ここはダイアナヘイローか。やはり人気馬は流れない。ホワイトトルネードはどうした。伸びてはきてるぞ。しかし第5だぞ。あー腹減った。あ伸びが、マリサがお腹鳴らしたから伸びを変えたじゃないの。鳴らしてないから。あの腹を鳴らすのはマリサ。へへっ、中身のあんこが出ちまったよ。あん団子作ろうぜ。やっべっぞ。タイム差はあんまりなかった。質疑に期待よ。さて、お次はストーリアです。距離を1800から縮めてマイルにしました。ここはグリグリの人気でした。新潟競馬1レース2歳未勝利、芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。ルタンメルメイユ、さあ最後の直線、手が面外じゃないか。ルタンメルメイユ、グリグリ出し飛んでくるでしょ。レクスミノル、ルタンメルメイユ抜け出した。あと200、ルタンメルメイユ粘っている。飛んでこなかったわ。2番手に上がってきた。ストーリア追い込んでくる。遅れてやってきたよ。さすがに遅いわ。勝ち馬が強かったな。2戦連続で人気を裏切るとはな。続いてはこちら、アストラウォーリアさんです。デビューだな。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。それ以上はやめろ。1800で下ろします。相手はどうだ。なんでバンドラルドがいるんだよ。アバンラルドですわ。馬名使うか。それ、採用。募集馬名も集まってきたな。こちらも毎度おきに。さて、2番人気でどこまでやれるかだな。しかし未勝利戦で勝ちに行ったのにな。走る前から諦めるやつがあるか。よし、ここはコースタートと思ったけどそうでもなかったわ。向こう、さあ、最後の直線。お、まさかの四角戦闘。車台の勝負服、バンドラルドはどこだ。影から忍び寄ってるぞ。先に抜け出せて。お、これはチャンスだ。このまま振り切れ。よし、そのまま。ここは嬉しい初勝利。安心したぜ。あとはストーリアだけだな。というわけで今回はここまでです。2歳馬はまずまず期待できそうだな。チャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様、競馬クイズのコーナー。あ、尺稼ぎだ。競馬写真を出すからクイズに答えてくれよな。ちょっと待って、心の準備が。第一問、これは何のレースでしょう。なんかアドマイヤっぽいっくね。走っているのは東京かしら。 3,2,1,0 正解はシュバルグランが勝ったジャパンカップでした。正解者に拍手。続いては第二問、この馬に乗っている騎手は誰でしょう。急にぶっこんでったな。うん、里野だろ。視線は 3,2,1,0 正解はミルコデムーロ騎手でした。カーテントウムシのガースがヒントだったか。ご視聴ありがとうございました。これ需要あんの。